はい、読売ランドに電話します。お電話ありがとうございます。読売ランド広報部でございます。もしもし、一般の投資家としてちょっと電話させてもらっているんですけども、まあ、株主というところで今回の上場廃止というか TOB の件で電話させて、公開買い付けの件で電話させてもらったんですが、こちらでよろしいでしょうか。ありがとうございます。担当のものに変わりますので、はい、少々お待ちいただけますか。はい、もし大変お待たせいたしました。読売ランド広報部でございます。あ、もしもし、一般の投資家として、はい、今日株主とかそういうような立場でちょっと電話させてもらっているんですけども、今回電話させてもらいましたのは、いくつか読売新聞社の方、読売新聞グループ本社の方に昨日電話したんですが、こちらの方に電話をしろというような趣旨で読売新聞側行ってきましたんで、それでちょっと改めてこちらの方にちょっと電話させてもらったんですが、本来であれば読売新聞側が答えるべきことだと思いますんで、一応上場企業だからそういう詳しい用語とか分かってると思いますんで、まあ、さっくりと言いますけども、はい、要は TOB 成立しなかったらどうするのっていうことですとか、あと、はい、これ要は株主としてこれ応募に方を要は放置するような人っていらっしゃいますよね。そういった場合強制買い付けになるのか、それとも株式公開になるのか、はい、それとも東京地裁とかの判決になるのかっていうことを読売新聞社側に聞いても結局答えないんですよ。これどういうお考えなのかっていうところでお尋ねしたかったんですが、まさに今お電話口の方おっしゃってる通りですね。こちらで判断する話ではないので。ですよね。なのに読売新聞社の方がそういうふうな答えを言ってきてるんで、はい、おかしな話ですよね。そうですね。それはちょっとこちらでも答えられない話なので、はい。なんで答えないんですかね、読売新聞グループってバカなんですか。いや普通さ、これいや今までさ、例えばファミマの件でもそうですけど、伊藤忠商事にとか聞いたら答えますよね、こういうのって。そうだと思います。買い付け者側の範疇の話なので。答えれる範囲じゃないですよね、おそらく。こちらでは全然その答えはないです。株主優待券を廃止しますとかっていう話だったら答えれると思うんですけど、はい、こちらでございますが。はい、そういったところはね、分からないでもないんですけども、なんで読売新聞グループ本社が答えないのかを、ちょっと言っていただくっていう立場にもないですよね、おそらく。それもないですね。はい。そしておかしなこと言ってるのが、コールセンターに問い合わせろって言ってるんですよ。この0800-1708198にかけ直せとか。だから結局言っても仕方がないので、この読売新聞ってバカじゃないですか、はい、はっきり言ってバカかっていうところで、それで、はい、これ要はホームページ上にいわゆる電子広告、読売ランドさんとしてはしていると思うんですけど、これ担当者を呼びつけるっていうこととかはできないんですか、読売新聞側の人間を。ごめんなさい、もう一度はい、要は読売新聞にその真意を正したくて昨日電話したんですけど、そしてこれインターネットに僕ね、この電話のやり取りの様子を YouTube にアップしてます。はい、でいろいろとね、この問題について多くの、株主総会行く、まあ、そういうね仲間みたいな人いるんですけども、そういう人たちもからもだいぶ苦言出てるんですよ、はい、読売新聞の姿勢に対して。はい、でこう読売新聞答えないことに対しては読売ランドさん的にはどういうふうに対処されるのかっていう、対処難しいですよね、今までの経験からすると。こちらではちょっとそれはお答えできる話じゃないですよね。はい、だって要は 100% 目指されるようなところっていうような報道のされ方、読売新聞の報道としては完全子会社化するっていうふうに息巻いて報道、はい、新聞にまで書いちゃってますから、はい、っていうことは読売新聞としては 100% 子会社化したいっていうのが、まあ、にじみ出てるわけですけども、ただ株主として株手放さないよって人は今までいろいろ見てきたんですよ。そして裁判沙汰になってる件とかいろいろ見てきてますんで、株主総会行くとそういうね、いろんな人と情報交換するから、あの時は大変だったとかいろいろそういう話聞くんで、はい、で逆に事務局側としても大変ですよね、読売ランドさんの。
ですね、ちょっと、まあ、その状況になってみないと、こちらでは何とも次の手が打てないので。じゃあ、なんで読売新聞側は答えて、メールよこせだとかって言っても、そのお答えしかねます、はい、コールセンターにお問い合わせくださいとしか書かないんですよ。なるほど。なので、このインターネットに公表、僕、読売新聞側の言い分については、多少、はい余計なところはカットした上で載せてますけども、読売新聞のこう発言についてはだいぶ僕の方にも意見の方届いてまして、読売新聞はおかしなことを言う会社だっていうところでだいぶ言ってますよ、はい、これ。あ、ではちょっと私もそれはちょっと拝見させていただきます。はいはい、差し替えればごめんなさい、ちょっと何でしょう、私東川と申しますが、はい、私東川と言いますが、東川さんはですね、はい、はい、まあいろんな会社の株主ではあるんですけども、まあ、これ貸し株とかにしといて見えないようになっていたりとかいろんな株あるんですけども、例えばそういったようなものとかねあったとしたらこれどうなるんだろうかなと思ったりとか、はい、はい、するんですよ。まあおそらく貸し株とかそういうものが外れたりっていうことはあるのかもしれませんけども、そうすると貸し株が外れて、はい、要するに名義人の名簿になったとした時にこれ株主としてこれ放置してたらどうなるのかなと思ったりとか考えられますんでね、はい、そしたらこれ読売新聞が受け答えしないっていうことはちょっとこれ、はい、上場会社が上場会社を飲み込むみたいな時なんかはファミマと伊藤忠商事なんかいい例ですけども、そういうふうにちゃんと受け答えしてますね、両方とも。あ、なるほど。株主優待の件にしてもそうだし、株式交換方式とかどうなんだって言ったりとか、はい、例えば僕がね読売新聞社側に聞いたことは、上場会社だったら株式交換方式、ホリエモンさんとか昔ライブドアの時なんかはそういった方法でやって株式交換っていう方法とか取ったりとかね、はい、して、要は現金による買収じゃなくて株式を交換する方法を取っていたっていうのもあるんで、多分そういったことって考えないのかって聞いても、はい、コールセンターにお尋ねくださいみたいなこと言ってるんですよ。あ、だからそういう、はい、読売新聞社のどこの窓口、これこの電子広告に載ってる広報部っていう部門ですね、これ PDF にこれ載ってる、はい、はい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 、いや本社とかに電話しても結局しょうがない話だから広報部でしょっていうことでいくら言ってもメールかファックスで問い合わせ内容を聞いてくださいっていうとんちんかんなことずっと繰り返していて、はい、困るんですよ。昨日のお話ですかね、昨日ですね、はいはい。なのでこの読売新聞が言ってることっていうのは多くの上場会社のいわゆる株主担当部署っていうか総務部とか インベスターリレーションズのそういう IR の方とかに聞いてもそんな受け答えする会社なんて聞いたこともないんで、いろいろ投資ファンドとかにねそういうことを聞いたりとかしたとしても結局はなんだかんだ言って親切に答えてましたよ。例えば結構投資ファンドについても、ね、直接乗り込んだこともありますしね、はい、はい、いろんな上場会社の株主総会私出てますけども、はい、はい、その中には貸し株にしているものもあったりとかいろいろして、はい、表になってないような株式でも相当ありますけどね、はい、そうなってくるとこれ、はい、読売新聞が受け答えがしないと貸し株外すとかそういう判断とかも何もできないのですごい困るんですよ、はい、わかりますね貸し株ってどういうものかも、はい、はい、はい、読売新聞の方に株式交換をしてくれっていうことを意見言ったとしても聞いてくれないんですよ結局は。そうですね、今まだその状態であれば、はい、だからいわゆる上場会社同士の意見だと伊藤忠商事みたいなところだったら、はい、ファミマ買収するっていうんだったら株式交換方式だったらいいよっていうところで意見を言うことだったらまずできると思うんですけども、はい、はい、それ以前に何もできないっていうことになってくるとどうなんだろうかっていう、はい、もっと言うと、はい、はい、個人的には日本テレビホールディングスの完全子会社化とかの方が私としてはありがたいかなと思うんですよ、はい、上場企業
の要は株式を私として保有し続けたいっていうところが、私の基本的な考えとしては、はい、長期保有っていうところの投資スタイ、あの投資のやり方ですんで、それが東川様のお考えですね。はい、なんで考えとしては、はい、富士メディアホールディングスに鴨川シーワールドがぶら下がってるような感じと一緒だと思うんですよ、考え方としては。だから日本テレビホールディングスに御社がぶら下がるんで株式交換するんならいいよと。実際富士テレビっていうか富士メディアホールディングスも鴨川シーワールドがぶら下がっているとか、グランビスタ関係のそういうホテルとか、はい、そういうリゾート地、まあ、遊ぶ施設とかそういうのぶら下がってたりとか、産経ビルのそういういろんなものぶら下がってるっていうホテルとかそういうものぶら下がってる方が企業価値高いんだから、同じようなに、まあ、同じ全く同じとは言いませんけど似たような形態として事例としては、富士メディアホールディングス型の買収の方が 株主の理解得られるんじゃないのと。そして日本テレビの株持ち続けてるんだったら読売ランドさんの株主優待を引き続き利用できるような方が私としては企業日本テレビホールディングスの企業価値も高まるし、はい、はい、放送局の経営多角化っていう意味でいくと私はそちらの方を強く推奨したいなと思うんですけども、今おっしゃられたようなこともあの新聞社の方には言ったんですよ。なられたんですね。まず新聞社が上場するべきじゃないのって、非上場会社がちょっと、はい、受け答えもまともにしないで上場もすらもしてないような、はい、社会の好機って言うなよっていうこととかね、受け答えしないんだったらこのあなた方やってるだろうっていうことで、よく記者会見でいろんな会社吊るし上げたりとか社会問題を理由にして吊るし上げてるだろうっていうことで、じゃあ取材活動すんなよってことで言ったんですけども、そのぐらい聞くところによる、はい、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。はい、あの聞くところによると、その新聞社はですね、なんか新聞、あ、そう、日刊新聞紙法っていうのあるのは知ってるんですけど、ただね、海外は上場してるんですよ、ニューヨークタイムズでも。なるほど。だからアメリカ見たく、はい、ニューヨークタイムズ見たく、上場するんだったらよろしいですよっていうところで私は言ってるんですけども、上場して完全子会社化するんだったらいいよと。そこをちゃんと受け答えしてくださいって言ったところでも受け答えしないんですよ、はい、もうそういう状態なんですね。だから新聞社だから上場しちゃいけないってことないんですよ。だから日刊新聞紙法について彼らは黙り込んでしまうので、私としてはそういったところでね、はい、ちょっと読売新聞のやり方としてはもうヤクザそのものだろうというふうに思いますんで、はい、本当ね、係争案件になって最高裁まで争った人知ってますけども、株主総会関係でね、まあいろんな人間と株主総会ってもう橋本和夫レベルと喧嘩したいとかまでね、訴訟を起こして黙らせましたけども、彼についてはそのぐらいやるんですよ、はい、私は、はい、山中豊みたいなそういう、まあ、とんでもない輩もちょっとこっちから訴訟、まあ、あっちから訴訟を起こしてきたのを黙らしたいとかいろいろやりましたけども、はい、まあ、とにかくね、長いんですか。まあいろいろな株、キー局の株は大体いろいろなもの持ってますよね。富士メディアでも TBS でもテレ東でも、だんだん日テレのことも大体知ってますし、まあ、テレ朝でも大体放送局の株式とか、あと遊園地関係はね、いろいろ撤退したような会社もあるんで、鉄道の会社とか持ってても撤退しちゃったりとか、デパートの子撤退したりとか縮小したりとかいろいろあるんで、まあ、遊園地の事業っていうものについてはある程度分かってる上で、まあ、いろいろとね、そういったところで、まあ、ちょっとささやかな金額なのかもしれないけども、例えばそういったものをね、私としてはきちんとちょっと読売新聞社としてちょっとね、その考え方としてね、ちょっと強引すぎるなと思いましたんで、はい、だから読売新聞が上場するか、日本テレビホールディングスの完全孫会社とかになるとかね、いろんな方法あると思うんですよ、まあ、グランビスタ、富士メディアのグランビスタ、鴨川シーワールド、ああいうふうな形でぶら下がってたりとかしますけども、本当孫会社、ひ孫会社方式でぶら下がっ上場会社にぶら下がってるんだったら、まだ株主優待とかそういったところで応援できる要素はまだまだあるなというふうに思ってるんですよ。だから、まあ
一応そういったところで株主優待の方を廃止っていうふうにか、まあ、言って御社の方が読売ランドさんとしてそういうふうに出しているんだけど、はい、ただ新たな、はい、上場会社にぶら下がった時に株主優待を復活させた方が、まあ、はい、長期的に見て有利じゃないですかっていうのが私の理論なんですよね。そうすると、はい、まあ、放送局と、まあ、日本テレビホールディングスとの関係強化をした方が私としては絶対に企業価値として高まると思いますし、もっと言うと読売新聞、あの読売ジャイアンツを日本テレビの完全子会社にしていくとか、もう新聞はもう潰れるだけですから、もうだから本社見ちゃ、あの読売ランドさんを完全子会社化したいっていうところ透けて見えるんですけど、いや株主原理から言うとそれはちょっと許されることじゃないなと思いますんで、はい、でいろいろ質問しても結局はコールセンターに電話してくださいっていうこととか、もうお答えする立場にありませんみたいなそういうことばっかり繰り返すん で、ちょっと情報提供をさせていただいておりますっていうことですね。はい、かしこまりました。一応これは録音等はさせていただいておりますんで、はい、まあ、裁判の資料とかそういうこととかね、はい、まあ、まあ今後あるかないか知りませんけれども、まあこういったことでいくといろいろ騒ぐ株主って今後出てきますから、ただ読売新聞がやってることっていうのは、まあそういう訴訟案件を起こす引き金を自ら作ってると思いますよ。これはそれはね、上場会社としてちょっと言っといた方が本当ね、誰とは言わないけども訴訟を起こすの大好きな株主っていますから、はい、いっぱい知ってますからね、そういう人。最高裁判決まで持っていくのがもう大好きだっていう人までいますんで、そういう人にもう絡まれたら逆に損ですよってところで、はい、だからちゃんと面倒くさいかもしれないけど、ちゃんと上場会社のように振る舞う、上場会社と同等にきちんと受け答えしないと、それで後でとばっちり食らえますよと。もっと言うと株主総会そういったこと今までやったことがないから、一般の個人投資家相手に、まあ、こういう IR 活動をやったことがない そういった人たちだと思うんで、読売新聞って、はい、だから結局のところをそういう間違えた対応してると思いますよっていうところは伝えれるんだったら伝えた方がいいと思いますしね、まあ、少なくとも上場を何らかの形でか、まあ、孫会社ひ孫会社みたいな形でぶら下がって上場は維持する方が私としては応援できるかなと思いますよ、これ。はい、東川様のあの貴重なご意見として受け止まりましたので、はい、まあ、TBS でも実際やってますんで、はい、フジメディアでもね、こういう、こういう娯楽事業を放送局がぶら下げてるっていうのありますんで、はい、はい、まあ、ご存知だと思いますけども、そういった事例参考にしてちょっと日本テレビホールディングスの方、はい、と関係をねちょっと構築した方が私はよろしいと思います。はい、はい、私あの広報部の山田と申します。山田さんですね。私東川と申します、はい、どうもありがとうございました。はい、貴重なご意見ありがとうございました。失礼いたします。はい。